こんにちは。こんにちは。久しぶりですね。2年ぶりぐらいですかね。2年ぶり。もう最後がいつだったか全然覚えてない。覚えてないぐらいですね。いやでも嬉しい。2人で久々の、はい、そうですね。チョコ。今回は梅雨。もういきなり雨降ってますけど。はい、もう濡れてますよ。はい。さすがです。ありがとうございます。はい、今回梅雨時期のアオリイカを狙っていく。はい。藻があるところ、あと切れてるところとか、はい、いろいろあると思うので。近年桃あんまりない状況もある、うん、そうですね、うん、場所によってはほとんど生えてないような状況も結構ありますので、うん、そういった場所でその梅雨時期にアオリイカにアプローチする方法、はい、今回は2人ダブルマイスターで臨みたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それつきそうじゃないですか。ん？それつきそうじゃん。そうですね。シャローに入ってきてれば見えそうなぐらいの水深だから。でもテンポ早いっすよね、これ。うん。なんすかそれ、俺に登れって言ってるんですか、これ。高いところから見ろって言ってるんですか。そう。見ますよ、先輩ですからね。若者から。若くないっすよね。若者から見てもらわないと。でもね、さっきね、なんかいたんですよ。細いのは。見えないっすね。見えないね。まあ、見えても言わないっすけどね。いじめ。あとそこ目の前にずっとハエネが出てるの。背が出てるの。そこの。そこがちょっと深くなってるかな。うん。そこの岩からそのワンドにコンタクトできるんで。はいはい、どっちから打ちます？どっちでも、どうぞ。どうぞ。どっちがいいですか？どうせ同じポイント多分2人で一緒に打つから。こっちがいいですか？こっちかな。鈴木さん、エギ何で行きます？そうだね。まだちょっと浅まずめなんで。はい。じゃあ、ブラックラウディで行こうかな。じゃあ僕ライブのネオブラの新色メルメルブラウンがメルメルブラウン新色出ますからね。まだ使ったことない。使ったことない。今日もらった。僕も今日もらった。なんでこれは後ほど。後ほど。はい、私は後ほど。とりあえず絶対使ってくださいよこれ。とりあえずあの心の安心をいっぱい目つってそこからクラクラウディから。はい。最初の今ほっとく。どんぐらいで値掛かりするか。いきます。結構カキ殻ついてますからね。やっぱ血ぬつりで有名なとこですよね。いいっすよね、2人でやるとタイプの違うエギでこう同じ場所攻められるからもう答えが早いですよね。結構浅いですよね。5メーターぐらい。うん。途中で海藻拾っちゃったらショートキャストでチェックします。ギリギリまでついてきてて最後もうかなにこう針に藻がかかっちゃった場合ってイカが諦めちゃうケースとかあるんですよね。藻がついたら一回回収して少し沖にショートキャストで入れてチェックします。でこれで針がついてない、針にこう海藻が絡んでない状態で通せばアタックしてくれることがあるんで。水深が浅いんでお互いで打ち切ったらそんなに粘る必要ないんですよね。潮が動いたりこう海面が潮目作ってくれたり変化がなければ。
声掛け合って次の場所次の場所っていくとどん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 テンポ上がっていきますよね。今はたいたエギ、ショートキャストでフォロー入れます。ちょっと今川上さんがライブで早いテンポで探ってるんで、逆にボトム付近ゆっくり探って狙っていきます。どっちかで反応してくれればいいんですけど、川上さんが今ポンって当たったって言ってるんで、もしかしたら重曹テンポよくの方がいいかな。イカだと思うんだけどな。うっすらこうなんか作り始めてますよね。潮の道ができ始めてます。多分次のキャストぐらいで届く位置まで来てるんで、この境目ですよね、海面の模様が変わる境目、そこを探って反応なければ、ちょっと移動してもいいかもしれない。川上さん、はい、向こう打ちに行こう。行きましょう。僕も思ってました。あのヨレが来たらどうかなと思ってたんですけど、消えちゃったんで。こういうことですよ。そうですね。こういうことなんですね。あうんの呼吸というか。これやっぱ釣りしてて面白いですよね。仲間と釣りする楽しさというか、お互いのスタイルがあって。ちょっとワンドの出入り口ですね。入り口は川上さん打ってるんで、そのちょい手前ぐらいから探っていきます。やっぱり入り口の方が水の動きがありますね。ちょっとこの辺も浅いんで、ちょっと小細工をしてみようかな。ちょっとノーマルのエギをゆっくり沈めるアイテム、チューンヘッドですね。これマイナス 1g と 1.5g ってあるんですけど、今回はマイナスの 1.5g をノーマルの 3.55 のエギオケにつけてみます。で、ノーマルのエギだと1メーター沈むのにだいたい3秒かかるんですけど、このマイナス 1.5 をつけると倍ぐらいですね、6秒ぐらい。ちょっと沈下速度が変わって反応してくれるイカがいるかもしれないんで、これで狙っていきます。このメルメルブラウンなんですけど、普通ブラウンって見にくいんですよね、非常に。やっぱりあの自然に溶け込みやすい、そのそこの色とかに同化しやすいんで、非常にこうナチュラルな色なんですけど、アングラから見づらいっていうやっぱりデメリットあるんですよね。でもメルメルブラウン、この背中のこのスポット、オレンジのスポットってすごくこう茶色の中で目立つんで、サイトとかでも視認性高いですし、こういったあの沈み根、牡蠣がある沈み根をこう綺麗に際を通したい時でもしっかりその位置分かるんで、ありがたいですよね。こういったナチュラルな色がやっぱり差し色でこうアングラから視認性高めてくれるようなデザインされてると
強気でやっぱ釣りができますよね。どうしても見えない色、ダーク系の色って見えないからもうやっぱりボトム付近でしっかり丁寧にやることも多いと思うんですけど、何か反応があった時に上まで誘い上げた時にやっぱり中層とかでもエギの位置はしっかり確認できる。これ大きい武器ですよね。なんか強気で使えるナチュラルカラーみたいな、ダークトーン。今までサイトで入れられなかったカラーが入れられるっていいですよね。こっそり元の位置に戻ろうかな。こっそり元の位置に戻ろうかな。今回メインで使用しているネオブラなんですけども、ネオブラってなんだっていう人がいらっしゃると思いますので簡単にご説明させていただきます。ネオブラって、皆さんご存知のケイムラボディですねの、紫外線発光で光するボディなんですけども、今回新しく、今まで発光していた青っぽく光る色ですねに加えて、こいつが緑に光る、紫外線発光で緑に光る色、そしてこいつが紫外線発光で赤く光るボディですねになります。で、状況的な使い分けなんですけれども、簡単に言ってしまうと、青く、今まで通り青く光る色のちょっと輝度が高いやつ、こいつはですね、今日は曇ってるんですけど、水がすごい綺麗な場所とかですね、あとはピーカン、名前がピーカンブルーって言うんですけども、ピーカンでよく晴れた天気の時に、非常に効果的な色になります。で、この子ですね、この子緑に光るんですけども、この子は、名前がマッティーキングって言うんですけども、ちょっと濁ってる場所ですねに、強い緑色、あとはですねモバなんか打つ時に、非常に馴染んで緑色に光るんで、モバにも馴染んで、よく釣れる色です。そして最後赤く光る、名前がクラクラウッディって言うんですけども、クラウディちょっと曇り気味とかですね、ローライトの時なんで、今日みたいな曇り空とかですね、あと朝まずめ夕まずめなんかに非常に効果的です。ただ、今のは代表的な使い方で、今日みたいな、曇った日にピーカンブルー釣れないかというとそうじゃなくて、今まで通りケイムラとしても使えますんで、色のローテーションとして3色ですね使い分けていただければいいと思います。来ましたよ。いやもうちょっと深いとこに投げたら来てくれました。よいしょ、はい、来ました。中型ですけど嬉しいいっぱいだ。エギはエギ OK3 号のマッディキングですね。ちょっと、ローライト気味なんで緑の発光が効いたかな。まあ今日一杯目なんですごい嬉しいいっぱいですね。今日もこんな本当梅雨空ですけど、川上さん好きですか？梅雨好きです。あ、同じですね。大好きです。もう
今日ぐらいの雨降ったりやんだり大好きなんですね、私も。ドバーっていうのはダメですけど、そうですね、流入河川から水がこう汚い水が流れてきて、うん、うわー濁ったっていうのはダメなんですけど、絶対ダメですね、はい、表層とかに真水の層が出てる、そうですね、ああいうのはあれですけど、今日ぐらいのローライトでずっと一日釣りができて、うん、でたまに雨が降ると釣り人も減りますし、そうですね、ライバル減るんで、でも気圧下がるとちょっとイカもいい状態になりますね。そうですね、低気圧で魚の活性も上がるんですけど、うん、イカの活性も魚を追っかけて上がってくれるんで、意外にこう何ですか、雲が多いとその軽村の発光って太陽の光がないとダメだって思われがちなんですけど、うん、実際はあれですよね、十分紫外線だ、紫外線日焼けしますからね、単純に焼けるんですよ、はい、曇りでも、そうですね、なんで紫外線はちゃんと曇りでも降り注いでるんで、うん、軽村発光っていうのはやっぱり曇り空でも効きますよね。いいですね。で今まで青一色だったのがネオンブライトが加わることで、うん、軽村が苦手だったマズメと、はい、濁りですね、うん、なんでまあ緑濁り赤マズメみたいな、まあ基本はブルーがすごい墨塩でっていう基本なんですけど、うん、カラーローテーションができるっていう単純な喜びもですね、軽村紫外線発光でのカラーローテーションって今まで上布だけのカラーローテーションしかできなかったんですけど、下地テープと同じような感じでカラーローテーションができるようになったんで、選択肢が広がりますよね、単純に。軽村でしっかりローテーションを回してそれでテープと夜光とか組み込めば、うん、また幅がずっと広がっていくじゃないですか。なんでアオリイカにたどり着くチャンスも単純に増えると思うんで、うん、あんまり難しく考えずに使っていただければいいな、ね、このタイミングだからこれしかダメっていうわけではない、じゃないです、うん、もう本当カラーローテーションの一部として使っていただければ嬉しいなと思います。次次次でいいんですよね、うん、そのためにネオブラレッドブルーネオブラグリーンも各色やっぱり新色が出たりとかしてるんで、ぜひぜひこの透明感のあるボディが非常に効果的な 時があるんでですね。そうですね、特に難しい時期なんかそうですよね、うん、ぜひ使っていただければと、ね、梅雨時期、まあ梅雨時期終わったら次夏ですけどね、どん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 この軽村紫外線発光系、ね、得意なシーズンになってくるんでそうですね、うん、嬉しいですよね。ぜひ加えていただければ、はい、皆さんのボックスに。で、柘植さんが言ってます言いました。なかなか渋めですの、今日も渋いですね。いつもいつもいいわけじゃない僕今日イカ見たの1回だけでもそうですね、都線利用してその初めての例だったら場所を選ぶときって多少 Google マップとか見たりするんですけど、どこまでがその都線を渡しているエリアかってやっぱり了解があるんですよね。あと磯割とか、あの何曜日はこの船さん渡せるとかあるんで、僕は船長さんに聞くのが一番早いかなと思ってます。で水深とあと今日こことここは行けるよっていうのを聞いたら、潮の流れ方までやっぱり浮き釣り深瀬とかやるお客さんも多いんで、かなりやっぱり情報を持ってらっしゃるんですよね。上げだとこっちから潮が入るよとか、あの下げになるとこっちに変わるからそのタイミングがチャンスですよとか、割と地図だけ見ててもわからない情報をやっぱり船長さん教えてくれるんで、直近の潮下情報とかそれで選ぶようにはしてますね。逆に自分が見立てたポイント、ここ乗ろうと思うんですけどって、そこはイカ釣れたことないねとかやっぱり言われたりするんで、やっぱりその空撮で見てるものと水深っていうのはなかなか合致しないんで、やっぱりその地元の長年やってらっしゃるその船長に聞くのが僕は確かかなと思ってます。まあ、イカが上がってるって情報があれば、あとはもう現場で自分がどういうふうに釣り場と向き合っていくかなんで、それであんまり変な思いしたことはないんで今まで、やっぱり船長の意見は聞くべきだなと。
来ましたよ。あんまり大きくないけど、シャロウバにいてくれましたね。メスですね。まだ大きくなるサイズですけど、今日クロスしてるんでこのサイズでも嬉しいですね。エギは、新製品のエギオーライムのネオブランドですね、のオレンジソルベで緑発酵かな。ちょっとシャロウ打ちで老舗のいいカラーを選んでみました。横抱きでそんな大きくないですけどね、抜けちゃいました。コンって魚みたいな当たりがしたから、ちょっと聞いてから合わせたのがいかんかったですね。来ましたね。やっぱりいい潮目が入ってきたから寄ってきてくれますね、イカも。もうちょっと可愛いサイズだけど、ゴンゴン持って行ってくれたから、もうちょっと大きいかと思ったら可愛いサイズでした。よいしょ。はい、ヒットエギはエギ OK のクラクラウッディですね。ちょっと可愛いサイズなんでリリースしますね。はい、OK。よいしょ。はい、ありがとう。大丈夫。いや、当たりはいい当たりだったんで、もうちょっといい方かと思ったら可愛いサイズでした。でも嬉しいいっぱいですね。なかなか苦労してたんで、やっぱり潮目入ってくるとちっちゃくてもイカが回遊してきてくれるイカが釣れますね。よし、サイズアップ狙って頑張ります。オッケー、来たよ。可愛いですけどね。可愛かったですね。当たりが何発かあって、このサイズが 2,3 倍いましたね。でも今足元で上げ下げしてて、ちょっと触って離れる、ちょっと触って離れるって繰り返しなんですよね。でも結構深いところでしかこう反応してくれなかったんですよ。もうライブの
ラッシュピンキーすごく見やすいんで、そういった深いところでもしっかり上げ下げ止めるっていうのが見えましたよね、イカの反応と。いやー全然このグッドサイズのグッドサイズのシーズンの大きさじゃないですけど、でも本当に嬉しいですね。苦労した。いや結構柘植さんいいリズムで入ってたから、僕はちょっと今日合ってないなと思ったんですけどね、今日顔見れないかなと思ったんですけど、嬉しい。魚ライブネオンブライトラッシュピンキー、ネオブラブルーで一番こう視認性が高い色になりましたよね。やっぱり白いエギで白い輪の上とかボケてしまうようなところでもアピールカラーのピンク、深い場所でもしっかり見えましたね。よかった、本当よかった。今日ダメかと思った。可愛いイカですけど、すいません、今日は喜ばさせてください。嬉しい。逃がしますね。いやー、いける、大丈夫、 OK。 柘植さん、この、はい、磯でエギングするときとか、あと沖磯もそうなんですけど、やっぱり装備はしっかりしておきたいですよね。そうですね、命あっての遊びなんで、うん、必ず安全装備というか基本的な装備は磯の場合は必要ですね。そうですね、やっぱ第一に必要なのがラフジャケ。ラフジャケ、これ磯だけじゃないですけどね、もう堤防でもそうなんですけど、ね、堤防とかだとボンベ式の、うん、膨張式のやつとかでも大丈夫じゃないですか、船とか。そうですね、こういう巻いたりこういうやつですね、うん、でも磯はこの浮力帯のやつですよね、はい、中にこう浮力が入ってる発泡体が入ってるやつですね、うん、磯ってやっぱり滑ってこう体を打ったりとか、うん、あと高波とか、もう最悪のケースこう海にボーンと投げ出されるときにどこか打ったりとかするケースがあるん で、ね、波でこう逆に磯に叩きつけられたりですね、うん、あるんで、こういうそれがガードにもなるんでですね。そうですね、体ライフジャケットがやっぱり大事なとこを打ってもその衝撃干渉したりとかできるんで、はい、しっかりその前後パッドの入ってるものを選びたいですよね、はい、で今はこうエギングもしやすいように、うん、前がすっきりしたライフジャケットも多くなってきてるんで、はい、ぜひ皆さんそういう専用じゃなくてもこういうライフジャケット買っていただいて、磯ではもう着用してほしいですね、はい。このやっぱライフジャケットしてると、これから梅雨の時期とか冬は暖かいですけど、そうですね、一枚着てるのと一緒なんで、うん、暑くなるじゃないですか。そうですね、暑いですね、特に今からと夏は、うん、もうその水とかはたくさん、そうですね、うん、沖磯なんかはもうクーラーを持っていけるんで、うん、たっぷり水を持って、ありすぎなぐらい持ってった方がいいですね。そうですね、余るぐらいでちょうどいいと思います、うん、足りなくてこう、うわ喉乾いたっていうよりは熱中症になります。そうですね、はい、どこもこういう岩陰があるわけではないんで、もう全然何もないフラットな磯もありますから、そういう磯の方が逆に多いですから ね、はい、お水も忘れずに。とで大事なのが、大事なのがこのスパイクですね。スパイクですね、今私はこういうフェルトスパイクって、はい、フェルトとピンがついてるやつですね。このやっぱピンがあった方が絶対いいですよね。そうですね、うん、でフェルトピンかスパイク、そのピンだけっていうのは、はい、まあ、好みだと思うんですけど、これがあるなしでもう全然その海藻とか踏んだ時に絶対滑りますから。岩場でも滑る岩場がいっぱいあるんで、うん、こういうピン付きとかフェルト付きの専用の磯を歩ける靴があるんで。そうですね、はい、もう運動靴ではもう絶対滑るんで、特に今日みたいに雨降ってる日は
必ず滑るんで、普通の磯でもあの岩でも滑りますからね、濡れてたら。なんでこういう専用の靴またはブーツをご購入いただければと思います、はい、しっかり装備して安全に楽しんでいただきたいですね。はい、うん、ちょっと移動してきました。もっと沖寄りの島ですね。水深はこっちの方があるんで、うん、やっぱり今の時期らしいサイズが回ってくるんじゃないかなと思って。潮目ができる頻度もこっちの方が多いんで、一個いいサイズ欲しいですね。でかい。浮いた？どこ？2キロぐらい。あ、あ、あ、あれか。あ、いた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 。めちゃめちゃでかいのいるじゃん。ああ、ダメだ、あれ通るだけだなあれ。そこにいるんね。ダメか。見えるだけに。一生に一度しか来ないチャンスが。水もクリアなんで目先変えてみますね。ネオブラレッドからネオブラブルー、ピーカンブルーにします。全然ピーカンじゃないですけどね。濁りが入ってないんですよね。限りなくクリアなんで。薄曇りの状況とか、あと深い場所を狙うときですよね。紫外線がなかなか下まで入りきらないような水深、そういった場所でも強気でケイムラが使えるんで。やべえ、イカだった。来た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 。やっぱあの潮目の中いましたね。ごめんなさい、全然分かってなかったです。あの目の前にあるヨレ狙ってたんですよね。そこじ、まあそこについてないだろうな。さっきより浅いところでちょっと待ったなと思って聞いたら、もうグググって引っ張ってました。ごめんなさい。オッケー、オッケー、いいサイズ。オッケー。いやー、もう梅雨時期でもっと大型いるんですけど、あのサイズばらけるケースが多いですよね。中型から時に大型が混じっていく。その春とかのその物残りとかもあるんですけど、そういった春狙うべき桃を意識しながら、やっぱり潮目、いい場所でも潮が効いてないと動かないんで、潮のよれ、そういうものできたらとりあえず 1,2 頭チェックしてみる。いい状態であれば今みたいにノーアクションでスッとやっぱ持ってってくれるんで、本当はしっかりあの合わせ当たり感じて合わせたかったですからね。
でも嬉しい。曇ってるんでネオブラグリーン入れようかなと思ったんですけど、水は限りなく澄んでるんですよね。紫外線がこう太陽の強い光が入ってなくてもネオブラブルー、その澄んだ水にはやっぱり効きますよね。少しの紫外線でも通常のケームレールがやっぱり強く光ってくれるんで嬉しい。ここも湾の形状なんですよね。そんなに深い湾ではないんですけど、でも左手にこうすごい広い範囲で藻が浮いてるんですよ、奥まで。であの位置から動かないんで、これあのずっと岩が細長く伸びてるんですよね、沖まで。ということは水中ではこういったあの L の形を大きく作ってるんですよ。で岩もところどころ張り出してるんで、非常にこう変化に富んだ地形なんですよね。水中の湾の形状なんですけど、さらに水中では入り組んだ地形になってるんで、イカがつきやすいんですよね。で足元に藻が生えてる。で潮がよれたりで、どうしてもこういう形状なんで潮が当たったらどっかで帰るんで、回ってよれやすいですよね。小魚も入ってきて、こういう地形変化重要ですよね。これは、まあ、冬の水深の深い場所を狙わなくちゃいけない時を除いて、やっぱり春もそうですし、秋も夏もこの潮流が変化する地形って結構大事ですよね。でかつ沖向きにある潮が頻繁に寄れるポイントです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。梅雨かいろんなシチュエーションで出ましたね。そうですね、まあ、あの梅雨らしく、うん、ずっとローライトだったんで、はい、日中でも釣れましたし。そうですね、はい、であの朝間詰め夕間詰めだけに集約されないっていうのがその梅雨イカの特徴でもあります ね、 すね、潮の上限のタイミングで、うん、潮のいい時間にバタバタって釣れたりするんで、うん、気候的にも夏ほど厳しくないですし、雨だけしっかりあの 対策だけ、うん、できればいればすごく人間もそんなに辛くないんで、うん、釣りやすい季節です、ね、シャローでも出ましたし、うん、ディープエリアからも出て、で潮目、ヨレからもしっかりイカが出せて、うん、割とあのスキルアップするにも最適なシーズンかなと。そうですね、うん、はい、サイズもいろいろ混じりますよね、大きいのから小さい、はい、ちょっと大きいの出せなかったので、はい、残念ですけど。またやりましょう。またやりましょう。またやりましょう。懲りずに。また懲りずに。懲りずじゃないです。普通にやりましょう。皆さんもあの梅雨の時期のエギング、はい、いろんなシチュエーションでやっぱりあの出せるんで、イカがあのスキルアップにも最適ですし、ぜひその磯でやる場合は安全の装備をきっちりして臨んでみてください。今回もありがとうございました。ありがとうございました。また行きましょう。はい、またぜひぜひ、またこれに懲りず懲りず。チャンスですかね。ちょっとここ入らさせていただいてもよろしいですかね。はい、そっち流してるんであんまり近くに来られても。あ、そうですか。ちょっとこっちが投げたいんですけどいいですか、ね、いいっすよ。いいっすか。重たい投げていいですか。5寸ぐらいまでだった。5寸ぐらいまで。ありがとうございます。どうしても乗りたいけどルートがないんですよ。登頂成功。